ラーメンシェアお断り。令和4年2022年11月1日火曜日、しぎれもんネットラジオ、こよびしぎなラジオでということで、こよびもしぎの扉へようこそ、しぎれもんでーす。さあ、ということで、11月スタートということで、今月も、どうぞよろしくお願いいたします。今日のオープニングトークですけども、ラーメンシェアお断りのお店ということで、一杯のラーメンを2人でシェアする、このね、食べ方はルール違反ということで、シゲモンの見解を今日はお話したいと思います。その後はシゲモンの最新情報、シゲモン何した、レモンニュース&エンタメチェックですけども、韓国のイテウォンで、雑踏事故ということで、将棋倒しになる事故がですね、起こったということなんですけども、そして、岸田政権の、経済対策、29兆円の話、そしてジャニーズ事務所の滝沢秀明さんがですね、退社の意向ということで、そのようなニュースを今日はピックアップしてお送りしたいと思います。シスポのコーナー、今日は日本シリーズオリックス優勝、そしてレモンの千葉ロッテマリーンズ応援曲のコーナー、その後はトレンドレモンでございます。今日は好きな、スポーツ第15回好きなスポーツ選手、ランキングということで、お送りしたいと思います。そしてエンディングはですね、玉活のコーナーということで、今日も、8時から30分間どうぞよろしく。こちら10月29日の IT メディアビジネスより、入店お断り、ラーメン一杯を2人でシェア、ルール違反なぜ起きるということで、食べない方の入店をお断り、あるラーメン店が SNS に投稿した訴えが注目を集めているということで、2人連れのお客さんが来てですね、入ってきてですね、1人が例えばラーメンを注文すると、でもう1人は食べないで、その一杯のラーメンをですね、半分ずつとか特に女性とかもそんなに朝食でっていう人はですね、ちょっとだけ食べるわみたいな感じの人はですね、ちょっと男の人がラーメン頼んでですね、ちょっとこう、小さめのお皿を頼んで、そこにこう、よそってですね、2人で食べるという、光景もなきにしもあらずなわけなんだけども、これを言ったのが、茨城県のですね、水戸市のラーメン屋さんということで、1杯400円という、すごくね、リーズナブルなお値段で、提供しているわけですから、これはシェアされたらですね、客単価200円で、商売にならないということなんですよね。ただ、その、子供連れとか、身体的な理由がある場合は、仕方ないということなんですけども、これでもね、やっぱり、ラーメン屋さんって、回転率でね、結構やっぱ収益上げてるところが多い。ので、確かにダメージは大きいのかなと思うんだけど、ただ、来る人みんなシェアするわけじゃないから。言ったらたまにそういう人が来るぐらいなので、割合的には少ないと思うので、あまりそんなに気にすることもないのかなと思うんだけども、ただ、やっぱりそれだけ、安く提供してる、ラーメン屋さんはですね、やっぱりダメージも大きいのかなと思っちゃいますね。店側もこういうことを一時言うのも、結構なリスクになりますからね。それでお客さん怒って帰っちゃう。もう来ないよっていうパターンもありますから、ある種、その店の、なんていうのかな、スタンスに、味は違うなと思う人はもう来なきゃいいと思いますしね。こういういろいろこだわりがあるということなので、仕方ないのかなと思うんですけどもね。この番組は、新音楽レーベルの提供でお送りいたします。シゲモン何した、このコーナー最新のシゲモンニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。ネットの配信予定行ってみたいと思います。朝9時、本日のシゲモンモーニングカフェ、今日はウェイトボスマンライブイン、大阪のショートバージョンということで、シゲモン公式の方で朝9時配信しております。正午、シネコニャンズアワーということで、今日は、シネコニャンズの風景ということで、お兄ちゃん服を、年下ホゲコにあざとく甘えるということでね。もう2人コンビのですね、恒例動画シリーズとなっておりますけども、シネコニャンズ公式 YouTube で、正午、プレミア公開、プレミア公開終了がシネコニャンズデジタルハウスにて配信しております。6時レモンチューブステーション、今日の最新楽曲のご紹介、デイグローレディオということでね、なかなかかっこいい名前ですよね。6時レモンジュリーステーション、今日はジュリーは何した、細かすぎる沢田研二ネットワードチェックでございます。
7時本日のシギレモンニュースということで、今日は猫のいる風景と玉勝の告知でございます。8時からこのラジオ、現在シギレモン公式 YouTube でプレミア公開中、プレミア公開終了後はシギテレビジョンにて配信、シギレモン公式では概要も同時に配信しております。10時から1年前のシギレモンコンテンツを再配信、プレイバックシギレモン。1年前のシギレモンニュースはファンサイト演奏室、1年前の今宵シギレモンラジオでのプレイバックは不思議テレビにてこの後10時プレイバック配信いたします。ぜひ合わせてチェックしてください。今日のネット配信予定でございました。そしてシギレモンの月間サブスクリプション令和4年11月期入会のお知らせということで、私のこの有料月額サブリクションサブスクリプションの、宣伝をですねしておりますので、ツイッターとシギレモン公式サイト等で、ご覧ください。そして、今日のシギレモンシジュールということで、まあ、グーニーはなんとか、体調戻ってきましてですね、もうほっと一安心というか、まあ、ご飯は結構今日も朝食べて、お薬飲みまして、で昼も通常通り食べて、問題は、まあ、あとは、まあ、夜ご飯の量がちょっと少ないので、まあ、そこが、まあ、戻ってくれば、なんとか、普通通りに戻るかなという感じですかね。ただ、やっぱり、ね、もうおじいでございますので、やっぱり今後、ね、この温度調整というのはまあ非常にちょっとなかなかね神経を尖らせてしないといけませんよね。なかなかね、もうおじいちゃんで、まあその割には なんかあれですからね、こう風で辛い時もウォーキングしたりするという部分があったわけなんですけどもね。まあ今日は朝から、まあニャンズのご飯大量購入の日ということで火曜日ですね。で行ってきて、まあ帰ってきて、シギレモンコンテンツも久々ですよ。通常通りのルーティーン、もう金曜日ぐらい土曜日ぐらいから一気にね、あれでしたので、で、まあ朝午前中はシギレモンコンテンツ制作で、昼2時からもうやることがすごく溜まっててね、で2時からラジオ収録、3時ジュリー音声収録、その後ジュリーカバー、収録練習、そんな感じの1日でございました。止まない雨、抑えることが見つからない、傘もささず涙は枯らず、ただ葬らす、抜け出そうとしている、この雨に刺さる願い、でも勢いは増すばかり、傘もわからず涙知らず、ただ葬らす、差し出そうとしている、この雨に、この雨に。シギレモンで雫でした。シギファイにてフルバージョンお聞きできます。シギレモン何したでした。
レモンニュース&エンタメチェックのコーナーでございます。このコーナーは最新のニュース&エンタメを独自の視点であやこや言うコーナーでございます。10月28日金曜日のお昼1時から本日11月1日火曜日のお昼1時までのニュースとなります。10月30日のオリコンニュースより、韓国ソウルの雑踏事故で146人死亡、ハロウィンのイテウォンで将棋倒しということで、韓国ソウルの繁華街イテウォンのハロウィンイベントで若者らが転倒し146人が死亡、150人が負傷したと発表。ハロウィンで10万人が集まっており、飲食店を有名人が訪問後に人が殺到したとの目撃情報もということなんですけども。そして10月30日のオリコンニュースより、日本人2人の死亡を確認、10代と20代の女性、韓国ソウルイテウォンの転倒事故ということなんですけども、この将棋倒しというのは私も実は一度だけ経験がございましてですね、まあシャレにならないぐらいの苦しさなんですよね。まあ僕の場合はまあ無事ね、まあ脱出はできたんですけど、このまあ言ったら10万人が集まっていてですね、その中でまあ将棋倒し、で146人が亡くなられたということなんだけども、まあちょっとねやっぱりそれぐらいの衝撃というか、将棋倒しというのはこれは、自分がそういう目に遭ったことがある人は多分気持ちがわかると思います。もうすごいことだということが、結局このハロウィンで10万人が集まる、これまあ日本もそうなんですけども、やっぱりそのこれコロナのリバウンドもあるのかなと思ったりするんですよね。まあ言ったら韓国もかなりそのマスク社会というか、日本よりすごいこうマスク社会と言われておりましてですね、まあとにかくもう叱責されるみたいなところがあって、マスクしてないと、うん、そういう面で、まあすごくこう自粛のまあ3年間だったわけで、ここでまあ一気にいろんなものが解放していくと、一気に人がね集まってパニックになるというような感じでございますけども、こちら10月29日オリコンニュース、渋谷大混雑、3年ぶり行動制限なしのハロウィーンということで、まあ日本でもこのように行われましたけども、まあ日本ではまあね、とりあえず何もなかったというふうにはニュース等ではありますけども、まあ本当にこの韓国の事故はですね、まあある種その警察官が137人ぐらいしか動員されてなかったということで、まさかこういう事故になるとは全く思っていなかったという、まあ日本の場合はなんかどこでどっか兵庫かどっか明石かどっかでそういう将棋倒しの事件がね、事故が起こって、うん、まあそこからいろんなこう対策みたいなものがね、生まれたりしているんですけども、まあ本当にまあ僕なんかからすれば、何が嬉しいの、なんでそんなにハロウィン行きたいのと日本人、まあ日本人だろとかいう、そのよくね、まあこうツッコミ入ってますけど、日本人とかいうよりも なんか面白いですかそれってって思ったりするんだけども、まあね、魅力あるんでしょうね、うん、まあとにかく、まあ、このようなすごい事故になってしまったということです。こちら10月28日の FNN プライムオンラインより、総合経済対策が閣議決定、1世帯総額 4.5 万円支援へということなんですけども、で、まあ、4.5 万円もらえるのかと言ったらそうではなくて、例えば電気代負担を約2割削減とか、ガス料金をまあ月900円程度まあ削減とか、まあ減らしてくれるとか、まあガソリン代をですね、まあ1リットルあたり最大35円支給とかですね、あとはまあ子育て支援としてですね、0歳から2歳までの子育て世代へ10万円相当を支給、来年4月から出産育児一時金として大幅な増額をまあ見込んでいるということなんですけども、これ批判してる人って相変わらずいてですね、結構多く言うんですよ、まあ、SNS とかを見てても、岸田がみたいなね、そんなもんで俺たちの経済、俺たちの生活はみたいなことを言ってる人多いんだけど、今回やっぱり29兆って最初見た時に、あ結構いったなって僕なんか思って、で専門家とかのその、こうね話を聞いたりしておりますとですね、今回はその財務省がですね、まあ、いつも財務省がやっぱりね、お金のことに関しては、まあ財布の紐持ってるんで、発言権も高いわけですよね。岸田さんに対して、まあ、25兆ぐらいでみたいな感じの、うん、
行きましょうみたいなノリで行って、まあ、岸田さんも、みたいな感じだったんだけど、いつもやっぱり政府はそこで財務省に負けてですね、わ、まあ、かりましたみたいな感じになるんだけど、今回はさすがに岸田さんはそれを払いのけてですね、まあ、こう30兆近くに持っていったということなんですよね。で、大体やっぱり30兆ぐらいが、こう、まあ、経済対策では非常にこう、ベターだというふうに言われております。そう考えると、まあ、非常に今回に関してはよくやったのかなと思うんですよ、岸田さんに関しては。ただ、これは私もよく言ってるんだけども、この国民の方々はですね、そのさっき言った、例えば電気代が2000円とか、そういうものでですね、よかったわーって思わないじゃないですか。やっぱり、まあ、10万円をね、支給しろとは言いませんけども、全員に。なんかそれに、なんかこう自分の元にこう、ガッとこう、手応えがあるようなものじゃないと、まあ、はっきり言って経済対策として薄いんじゃないのかなって僕はいつも思っているんですよね。例えば、一番いいのは消費税を減税するということが一番、まあ言ったら生活を助ける。お金が回る、まあ、やり方だと思うんですけども、それはもう絶対財務省はやりたくない。で、次に、つったら、国民全員に10万円を渡す。これも財務省絶対嫌だとなると、じゃあ結局、そのクーポンとか、ね、になるわけですけども、でもクーポンって、まあ、例えば、10万円分のクーポンは、こう皆さんに配布するとするじゃないですか。で、どうなるかって言ったら、いや、結局、現金10万円をですね、今、皆さんが持ってる現金10万円を、まあ、貯蓄とか貯金に回すわけですから、言ったら、現金10万円給付と一緒なんですよね、言ったら。うん、その分を、まあ、なんか他のもので、こう、なんていうのかな、取り繕うことができますから、クーポンのやつで生活費に賄ったりとか。そう考えると、だからね、意味がないんですよね、クーポンとかもね。そもそも考えたら。うん。でも、さっき言ったみたいにダイレクトに何かもらえるものじゃないと国民ってなんか納得しないと思うから、この電気代2000円とか、まあよく見ればまあ確かに電気代2,3000円程度こう抑えて、ガス900円程度抑えてって一つ一つ見ると、まあ、ああそれは身の利あるよねと思うんだけども、やっぱりね、こう直接なんかもらうものを回し上げた方が国民は納得するのかなと僕は思ったりするんだけどね。 CM の後はフシスポです。フシーレモンファンクラブ演奏のお知らせです。フシーレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシーレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシーレモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくはフシー音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果樹物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。フシーレモンライブスペース電脳フシレモショー、月額1100円でフシーレモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくはフシー音楽レーベルサイトまで。フシーテレビジョン、フシー音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円。フシーテレビジョン、フシーテレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議ネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。シスポー、ここからはスポーツの話題をお送りしたいと思います。日本シリーズということで、オリックス悲願の26年ぶり日本一ということでね、4連勝で1996年以来5度目の日本シリーズ制覇ということで、いやーすごかったですね。劇的な勝ち方で本当にね、うん、やっぱり関西といえばどちらかといえば阪神の人気が高いわけであってですね、オリックスはどちらかといったらね、阪神に比べるとという感じなんですけども、そんな中非常にやっぱり人気ある選手も多くてですね、まあ、ネットでの特にパ・リーグはそうですね、ネット展開が非常に
上手というか、そんな感じで、ファンもすごく多くてですね、何故、やっぱり監督、中嶋監督も非常に知性というか名称でございましてですね、本当にオリックスの黄金期という感じもしますよね。去年も優勝、今年、去年は日本シリーズでは負けましたけど、今年ね、日本シリーズ取ってですね、これでオリックスの時代も終わりかなという感じもしますけどもね、レモの千葉ロッテマリーンズ応援曲ということで、マリーンズは、フェニックスリーグが終了しましてですね、昨日、勝利して、終わったわけなんですけども、そんな中、フリーエージェントが解禁という形になっておりましてですね、田村はどうやら残留ということでございますけどもね、中村翔吾選手もですね、どちらかといったら残留の方向で話を進めているという、報道も出てきておりますけども、この辺はちょっとどうなのかな、わからないところでございますからね、なんとかね、特に中村翔吾選手はですね、残留してほしいなと思うんですけども、チリもニュースフラー、最後に一件だけ。ジャニーズ激震、滝沢秀明副社長が退社、わずか3年9ヶ月で幕、重圧と戦い孤軍奮闘、11月1日デイリーより。驚きましたけどもね、やっぱりなかなかその、なんていうのかな、すごいこう保守的なところありますから、ジャニーズってやっぱりなんかそのご家族の血筋の経営という感じもしますから、なかなかね、その普通にこう、言ったらタレントさんから、所属のタレントからこう這い上がってきた滝沢さんではやっぱ限界があるのかなという感じもしますけどね、どうされるんですかね。またその芸能活動復帰、ファンも多いと思われますから、ファンからすればですね、その芸能活動はされてないんですよ、言ったら完全に裏側に、もう行ったわけですから、喜ぶとは思うんですけどね、どうなるんでしょうかね。レモンニュースアンドエンタメチェックでした。トレンドレモン、新しいもの、流行りもの好きの私、不思議レモンが最新のトレンドについてあやく言うトレンドレモンのコーナーでございます。今日は第15回好きなスポーツ選手ランキングということでお送りしたいと思います。男性女性部門がございますので、まず女性の10位から4位まで、10位、大坂なおみテニス、9位、高木美帆スピードスケート、8位、伊藤美誠、卓球、7位が藤沢さつきカーリング、さつきでいいんですかね、6位が渋野、ひな子ゴルフ、5位が本田真凜ちゃんちょっとお付き合いになってね明らかになんかあの変な圧力をかけておりますけど、フィギュアスケート、4位が紀平梨花フィギュアスケートとなっております。男性10位から4位、10位石川祐希バレーボール、9位八村塁バスケットボール、9位、どっちなんだ今のが9位、8位が那須川天心ボクシング、7位が三浦和義、キングカズですね、サッカー、6位が井上尚弥、ボクシング、5位、おお、すごい、5位、佐々木朗希、野球、おお、すごいですね、マリーンズの選手が好きな選手の5位に選ばれるなんて奇跡じゃないですか、4位が村上宗隆、野球ということでねちょっとテンション上がって、今初めてこのランキング見たんで、テンション上がっちゃいましたけども、いやー、すごいですね、すごい時代にマリーンズの選手が好きな、何スポーツ選手ランキングの第5位に選ばれるなんて、ちょっとなかなかありえないと思うんですけど。で、女性の方はですね、本田真理ちゃんね、私も非常に好きな。全部、彼氏がね、できたということで、もういいかなと思っているんですけどもね。なことはどうだっていいわけなんですけども。それでは、第15回好きなスポーツ選手ランキング、ベスト3です。まず女性第3位、高梨沙羅、スキージャンプ。2位が石川佳純、卓球。1位が池江璃花子、競泳となっております。男性のベスト3、第3位が宇野昌磨フィギュアスケート、2位が平野歩夢スノーボードスケートボード、1位が大谷翔平野球となっております。やっぱりね、今はサッカーより野球の方がこう人気があるという感じもしますよね。やっぱスター選手、特に大谷選手が引っ張ってる感じもしますし、いやー、でもやっぱり佐々木朗希投手がね、5位に選ばれるというのをちょっとテンションが上がってしまいましたけどもね。そんな感じで今日は、第15回好きなスポーツ選手ランキングをお送りしました。トレンドレモンでした。なだらかな丘に君はただ立っているよ、こちらを見ているよ、手招きをして
は近くに寄り添うよ、何もせず横に立つよ。今起きてること全部夢ならいいな、どれだけ幸せかな。うー、君が愛しい僕は抱きしめようと、でも君はいないよ。その手が遠い離さないように掴もうとするけれど、運命のいたずらがその手を奪い、僕は今ここに立ち尽くすだけなんだ。主なる瞬間に、ああ、まるい湖、君は隅っこにだけぽつり座っているよ。うー、君に会いたい、たった一秒だけでも時を止めるように。うー、チューナル瞬間にそう記憶の中だけ生きようと。お送りしているのはシーレもね、主なる瞬間にファーストテイクということで、こちらのテーマが流れましたら玉勝のコーナー。こちらのコーナーは一旦別れとなったにゃんこわんこですね、 IT の技術を使って復元させていこうというコーナーでございます。今日は3D フォトスキャンによる精巧なペットフィギュア制作作成サービスを開始、2022年10月25日のモノイストというサイトの記事からなんですけど、これは本当にすごくてですね、まあ360度のアングルからですね、まあそのこの言ったら 3D フォトスキャンシステムというものを使ってですね、まあワンコニャンコ連れてきてですね、まあ撮るんですよ。それでだからあらゆる角度からその撮影が撮れるということで、そこからまあ言ったら、まあ 3D カラープリンターを、使用することで、1000万色以上のフルカラー造形によるリアルで精巧なフィギュアを作成、制作できるということなんですよね。で、結局その誕生したフィギュアがですね、こっち写真に載ってるんですけど、めちゃくちゃ、精巧なワンコの、トイプールドですかね、まあ載っておりましてですね、まあだから、まあ、私はよく言っている、普段からその、なんていうのかな、にゃんこわんこの写真は必ず大切に保管しておいた方がいいよということは言っているんですけども、それはそのような、さまざまな角度からの、まあ、言ったら写真撮影をすることによって、まあ、3D、プリンター等で復元できるというのは、まあ、そういうことなんですよね、まさしくこの玉勝の何ていうのかなテーマにぴったりな、こちらの話題ニュースなんですけども、まあ、撮影料は9900円で、まあ、これはあくまでフィギュアなんで4万4000円からという形になっているんですけども、まあ、将来的にはこれがだんだんね、まあ言ったら、まあ、同じサイズ、ワンコニャンコと同じサイズの、まあ、フィギュアが作れてですね、それが、まあ、普通に動いたりするようになるという時代は、まあ、先の未来ではもちろん、たやすいことだと思うんですけど、まあ、今の段階ではまだ手のひらに乗るフィギュアという形でこちらの、スタジオピンスタジオというところが、まあ、再現させてくれるということなんですけどもね、
玉川とのコーナーでございました。お送りしてきました、不思議レモンネットラジオ、今宵不思議なラジオで、明日は水曜日8時にお会いしましょう。不思議レモンでした。瞬間に